どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、いつものデッキ紹介とちょっと違くてイベント、あのね、神イベントなんですよ。神イベント来てるの、今神イベント来てる。あのデュエルリンクスイベントがクソだっていうイメージを皆さん持たれてるかなと思うんですけども、このイベント神ゴッド、マジで本当にアーメンって感じ。あのタッグデュエルトーナメントっていうイベントがね、まあ、たまに来るんですけど、これね、キャラクター CPU 制なんですけど、キャラクターを自分で操れるんですよ。キャラクターを自分で操れるんですけど、そのパートナーとか相手のデッキがまあいろいろ、まあいろんなデッキ使ってくるんですが、これね、パートナーのデッキが死ぬほど強い、死ぬほど強くて、まあちょっと今日は天井院アスカさんと騎乗員アスカさんと、あと結城10代くんを使っていこうかなと思うんですけど、これね、アスカさんとかのデッキこれやばくて、ちなみにこの自分で操作っていうのをオンにすると自分で動かせるんですよ、 CPU を。このスキル、これがぶっ壊れ、ガチでぶっ壊れ。こんなんデュエルリンクス来たら環境終わるみたいなレベルのぶっ壊れスキルで、機械天使の儀式ビシュヌっていうスキルですね。最初の自分のターン開始時にデッキ外からサイバーエンジェルビシュヌと機械天使の儀式を手札に加えると、2枚増えるんですよ。そもそも手札が最初のターンに自分の手札が2枚増えます。アドバンテージとかいう概念を無視してますね、これね。はい、これは本当にぶっ壊れておりますこれやばすぎ、やばすぎ。で、モンスターですね、モンスターこれやばいんですよ、ビシュヌ。これ僕紙の方で OCG の方でも機械天使のデッキ組んでたことあるんで、まあ、よく強さは知ってるんですけど、出たら終わりです。出たらゲームエンドまである。効果ほんま強いんだよね。でレベル10儀式なんですけどね、結構やりやすいですよ。レベル10は千獣とか万獣と6儀式サイバーエンジェルモンスターでいけるんでね。で、機械天使の儀式により降臨しますよ。でこのカードが儀式召喚に成功した場合に、エクストラデッキから特殊召喚された相手のフィールドのモンスターすべて破壊します。全部ね、すべて、まあ、破壊耐性あるのは無理だけど、破壊耐性なければ全部破壊します。で、破壊したモンスターの数かける1000ポイントダメージを与え、このターンその効果が発動したら一度のバトルフェーズ中に2回攻撃ができてしまうと。つまり今2,3000のダメージをバコン与えて、で3000で2回攻撃してくるっていうね、殺意の塊なんですよこの人。マジでやばいですこれ。で、一番下の効果も強くて、破壊する効果、フィールドのカードを破壊する効果をサイバーエンジェルモンスターをデッキに戻すと無効にしますよっていう効果なんですよね。だからもう効果数とか効かないよみたいな感じなんですけど、これまあデュエルリンクスにはまだまだ多分実装は絶対ないと思うんですけど、今回イベントで使えるんでめちゃくちゃ楽しいんですよ。めっちゃ楽しい。で機械天使の儀式、一応まあ1枚しか入ってないんですけど、このスキルで加えられるんで実質2枚使えるみたいな感じですね。で今日はとりあえず最初はこの天井院アスカさんの、デッキを使って、俺も天井院アスカを使い、騎乗院アスカ2体体制っていうサイバーエンジェルしか出てこんみたいなデッキでちょっとやっていこうかなと思います。早速デュエルいきましょう。神イベントすぎ、神イベントすぎ楽しすぎ、このデッキ回すの楽しすぎ。 OK、 いいでしょう。はいはいはい、サファイアペガス OK、 サファイアペガス OK、 ドロー、まあ、このターンで削りきんねえようにしないとな。あっちの方の騎乗員アスカさんのデッキ使いていいから、ネオスペース除外、アザース、スキロツー、ジェスキも使いて、私は魔法カードをデッキに戻してモンスターカードを引いてくる。あー、そういう感じになっちゃいますね。そういう感じになっちゃうと、まあ、リチュアチェーンに召喚してリチュアチェーンの、いいじゃない、イダテン弁天いきまーす何回サイバーエンジェル出てくるんですかね。機械天使の絶対儀式発動、私は機械天使サイバーエンジェル弁天をリリースし、サイバーエンジェルイダテンを儀式召喚、そしてイダテン儀式召喚成功時の効果発動にチェーンし弁天の効果も発動。ここまでは今のところいつもの動きですよね。まあ、このデッキはまあいつものデッキなんでね。で、イザナですかね、最初。最初はイザナにしましょうか。で、機械天使の儀式持ってきて、どうしようかな。リチュアチェインでいいか。リチュアチェインと弁天でいいかな。ここと、こう、まあ、機械天使の儀式あるしな、多分大丈夫だろう。これでサイバーエンジェルいざな、プレミアム加工儀式召喚、そしていざなの効果発動、
相手のフィールド上の魔法トラップカードを相手に墓地で送らせる。さらに弁天の効果も発動し、天使族モンスター1体を手札に加えていく。よし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 、いいぞ、強いぞ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 、いいぜ、オッケー、ほら、よーし、あとは頼みました。アスカさん任せて、行くわ。月の発動、機械天使の儀式ビシヌ。ちょっと強すぎない？このスキルバカじゃないの、バカじゃねえの。どうしようかな。何でもできんな、何でもできんの。おい、手札7枚っていうね。やばすぎ、やばすぎんだけど、これ何でもできんだけど、どうしようかな。最初プチから行くか。プチ行って、イザナだけにビシュン並べてんだよ俺は。イザナだけにビシュンを並べてんだよな。ちょっと待ってくれ。ね、プチ行ってで、プチ召喚で儀式2枚ないとダメだから、結局多分儀式持ってくるのできないね俺。多分こうだな、らこれ持ってきて、レベル合うかどうかな。とはレベルでも合いそうだな。別に機械天使儀式だしな。別になんか雑に儀式してもいいや、雑に儀式してもいけるわ多分。機械天使の儀式発動、機械天使の儀式の効果によって、まずはダッキーですかね。でこことここで、はいはいはい、サイバーエンジェルダッキーに現れなさい。つえあ、いいわけだ。ダキリの効果発動、さらにサイバーエンジェルイダテンの効果も発動。フィールド上の儀式モンスターの交渉1000ポイントアップしつつ、相手のフィールド上のモンスターを一体相手に送らせるぜ。そして弁天をリリースしてサイバー脂肪を特殊召喚、弁天の効果発動。強い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 、機械天使の儀式発動。私はサイバー脂肪とイダテンのリリースし、現れよサイバーエンジェルビシェル。うおー、やばすぎこの盤面、この盤面やばすぎる、この盤面やばすぎ問題、強すぎかよ、なんだこれ、強い強い強いバトル対戦ありがとうございました。楽しすぎ、楽しすぎ、ワロタ。さあ引き続きまして、今度はね、10代くん使っていきましょうか。10代くんのね、これロマンにあふれたカードがあるわけですよ。スキルバトルフュージョン、バトルフュージョンですよ、バトルフュージョン、決闘融合バトルフュージョン。これあれ、あのカイザー、ヘルカイザーとの戦いで、なんかあのバトルフュージョンのやり合いみたいなのがアニメで、あったと思うんですけど、あれができるんですよね。まあちょっとさっき撮影してたんですけど、カイザー相手とちょっと事故ってなんかバトルフィジョン発動できないっていう問題はあったんですけど、クロノス先生とかに相手にぶち込んできました、バトルフュージョンで。今日やりてえのはこのバトルフュージョンを、シャイニングフレアウィングマンに打ちたいんですよ。シャイニングフレアウィングマンにバトルフュージョンを打つっていうことをしたくて、今日はこれを何とかしてやっていきます。で、バトルフュージョンの効果ですね、めちゃくちゃ強いです。自分のフィールドの融合モンスターが相手モンスターと戦闘が攻撃宣言時、自分のモンスターの攻撃力がダメージステップ終了時まで、まあ、戦闘が、相手モンスターの攻撃力分アップしますよ。まあまあオネストみたいな感じですよね、イメージ的には。まああれダメージで、で使えるんで、まあ、ちょっと若干あれですけど、まあ、オネストのようなもんですわ基本的には。でこれをあとね、普通にこの10代くんのデッキ、風男が三積みされてるんでやばすぎ、やばすぎる、俺たちでもくれよ。だからエアーマン使えるのは超楽しいですね、あの普通に楽しいし、あとやっぱエマージェンシーコールがガン積みされてるんで、エマージェンシーコールでエアーマン持ってくるっていう本当 OCG バリの最強ムーブができますね。で、ネクロガードナーとかも入ってるんでね、これ結構強いですねこれ、まあ、あの闇属性モンスターなんですけど、これ攻撃一回止めたりできるんで、まあ、助けるとみたいなイメージですね基本的には。いやーまあ本当楽しくてね、まあ、今日はとりあえずこの俺のデッキはクソ適当に組んだ、めちゃくちゃ適当に組んだ、デッキなんですけど、このデッキ、で、一応あれ出せるんですよこれ、シャイニングフレアウィングマン、これを出してこいつにバトルフュージョンを打つっていうね、これを、お見舞いしていきたいと思います。それではデュエルスタンバイ。ちょっとプレミ
あの普段使わないデッキだからプレミとかしたらすまん本当にあの慣れなさすぎてデッキが。羽クリボーセット、クリボーエブフェセット。あ、これ羽クリボーなんで入ってるかっていうと、あのこのサバティエルを発動してあのライフを半分にしたいんですよ。3000以下の場合にそのバトルフュージョンっていうスキル使えるんでね。なんであのライフを半分にしてっていうだけなんですけど、うわこれ強そう普通にっていうか、これ黒の先生強いよ、黒の先生それ強いわこれ。 やばい古代やばいな、古代普通に羽クリボーの効果全然効かねえし。これは500アップね。はい、 OK、 あ、 OK で羽クリボー効果でターン終了時クリボーエブフェ発動。さあ来い羽クリボー、俺の手札に舞い戻れ。よし、さああとは頼んだぜ。10代任せろ。20代熱い熱い、ハンド強い。融合できないか、これブレイズマン持ってきた方がいいか。ブレイズマンやな、融合できないと始まんないんでね基本的には。でブレイズマン召喚、ブレイズマン効果、ブレイズマン効果発動、召喚成功時融合を手札に加えることができるぜ。これ何出せばいいんだ、これはまあやるんだけど、これ何出せばいいんだろうな。エスケルダーかな、闇属性送っとくか、こうだな。よし、はっ、さあ降臨せよエレメンタルヒーローエスクリダオ。しゃ、カードを1枚セット、バトルいけ、ダークディフュージョン。よーし、かっこいいぜ。10代と20代、20代いけ。よし、これはターンが回ってきた、いける。そうですね、まず賢者の死サバテイル発動しましょうか。賢者の死サバテイルの効果発動、ライフポイントを半分支払い、デッキより融合の手札に加えていくぜ。そして俺の手札には実質、フレームウィングマンとスパークマンが存在している。俺は沼地のエレメンタルヒーロー、沼地のフレームウィングマンとエレメンタルヒーロースパークマンは墓地の国。最近暗いデュエルばっかりやったからな、現れよエレメンタルヒーロー、シャイニングクレアウィングマン。かっけー、かっこすぎ。賢者の石サバティエルの効果発動、ミラクルフュージョンも手札に加えていくぜ。ミラクルフュージョン使えんだよな、一応これ出しといた方がいいか。もう一体シャイニングクレアウィングマン出るんだけどな、じゃあどけば入ってねえか。でもエクスデッキ入ってねえか。フレームウィングマン出せねえな、フレームウィングマン出してー、さすがに別に出せねえから。何出そうかな、何出してくれかな。とりあえず送ってよ、置くか墓地に。まずはもうスパークマンいらねえからこうしといて、ミラクルフュージョン打つ、あ、壊しか出せねえか。はい、了解です。こことここですかね。ちょっと打点下がっちゃう感あるけど、まあまあしゃあないか。はい、エレメンタルヒーローコア融合召喚。よし、かっこいいぜ。バトル、ちょっと殴るやついなくなると面倒くせえからな。エレクトロマグネティックインダクション。よし、ちょっとあいつは残しとこう、あいつは残しとかないとあのバトルフュージョンが打てねえ。お、これは来るのでは。あ、来た、つい、ネクロガードナー打っとくしかないか、ネクロガードナー打っとくしかないか、ネクロガードナー、あのまあまあまあ別にいいか、これ別に大丈夫か。ネクロガードナーの方が向こうになっていく。よし、一気に来た、バトルフュージョン。よし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 、いけるいける、フィアフュージョン来た、いける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 、とどめさせる、いける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 、いける、ミラクルフュージョン打つと何が出てくるの。これシャイニング出るか、シャイニング出るか、シャイニング出せるな多分。エスクリダはあんまもういらねえんだよな、ぶっちゃけエスクリダをぶっちゃけもあんまいらねえから、羽クリボーいる、まあ、どっちでもいいか、でも別に出しても出さなくても別にいいけど、一応出しとく、一応出しましょう。ミラクルフュージョン発動、ミラクルフュージョン発動し、俺はフィールド上のエレメンタルヒーローエスクリダと墓地の羽クリボーの魂をこのゲームから除外し、現れよエレメンタルヒーローザ・シャイニング、この世界に光を、光り輝け。そしてエレメンタルヒーローシャイニングフレアウィングマンの攻撃、究極の輝きを放て、決闘融合バトルフュージョン発動、シャイニングシュート、対戦ありがとうございました。遊戯王最高。